頼まれていたものがやっと見つかりまして。おお、お前か。小閻魔様のおっしゃる通りでした。トグロが妖怪に転生するきっかけになった事件が50年前にありました。50年前の武術大会が始まる3ヶ月ほど前に、トグロの目の前で彼の弟子すべてが妖怪に殺されています。やはりそうか。やったのはカイレン、当時の武術界優勝候補ナンバーワンの妖怪です。トグロに武術界のゲストで出場することを告げるついでに、弟子たちを次々と殺していったようです。まるでいかに自分が強いか誇示するかのように。その時トグロもカイレンを完膚なきまでにやられたようです。それまでのトグロは自分が一番強いという自信があった。しかしその時全てを失ったというわけだな。おっしゃる通りです。そして彼はそれから3ヶ月間完全に消息を絶ちます。武術大会前日、玄界で他のゲストの前に姿を現したトグロは、すでにその時彼の心の中には鬼が住んでいたようです。カイレンはその大会の決勝でトグロを殺されています。そして優勝したトグロの望みが妖怪に転じること、私には全く理解できません。彼の行動は論理的に矛盾だらけです。たとえ優勝し弟子たちの仇を討っても、自分自身の中で罪の意識が消えなかったのだろう。自分の弟子たちを守れなかったんだからな。天狗になっていた自分に気がついていなかった。そんな自分が許せなかったのだろう。それからの奴はあえて苦難の道を選んだ。守れなかった弟子たちに対する償いというよりは、自らに責め苦を与えんがために。まさしく拷問のような人生だな。強さを求めると自分を偽って。不器用な男だ。俺もお前も今が強さの最盛期だろうな。時が止まればいいと最近よく思う。人間とは不便なものだな。そうかい。俺は永遠に衰えない肉体を手に入れたい。それが最大の望みだ。よくわかったな。
俺がこの道を選ぶのが。なんとなくな。あんたはこの道を選ぶと思った。本当に行くのか、この道を。あんたはもう十分償いをしたじゃないか。妖怪怪連の強さはあの時誰にもどうにもできなかった。あんたが悪いわけじゃないさ。50年前の大会が終わった後も、あんたは自分を傷つけて責め続けた。もういいじゃないか。違うね。あれで俺は吹っ切った。怪連を倒し妖怪に転生することで。それから俺は強さのみを追求することができた。怪連が俺の弟子たちを殺したことで本当の強さとは何かが分かったんだ。むしろあの出来事に感謝している。嘘だ！限界。もう俺なんかに構うな。お前にはまだ仕事が残っている。奴は必ず強くなる。だが間違えれば俺みたいになっちまう。お前がもう少しお守りをしてやれ。最後の最後だってのに出る言葉が任された対戦相手の心配かい。大したもんだよ、あんたのバカも。死んでも治りゃしないんだから。あんたには世話ばかりかけちまったな。バカなんだ。